何のようだ。 鬼を撃つは定めか。。いらっしゃい。研鑽を重ねるのみ。毎度。Thank you.
では、参りましょう。生きやがるってな。そういや、てめえどっから来た。霊山ではありませんか。あの辺りは人材も豊富ですし。まあ、ご存じないのですか。説明いたしましょう。おい、こいつに説明させると長く。ここ中津区には歌方を含む複数の里によって周囲を守られています。歌方、白縫い、いざよい、うつせみ、さらにその中央にはもののふの本拠地霊山がございます。神垣の巫女やもののふの養成機関があり、
そうは申しましても、一つ一つの里には独立した統治権限がございます。いわば複数の里による連合国体制。この体制の良いところは、おい新入り、こいつは説明まだ下手に説明させるようなこと言うんじゃねえ。おや、どうされました？富岳様、まだ説明の途中でございますよ。いや、ちょっと用事を思い出した。先に帰らせてもらうぜ。なんと残念でございます。致し方ありませんね。では先ほどの続きから。寝るなよ新入り。そもそも霊山というのは、では参りましょう。じゃねえか。じゃねえか。